深海2000は海洋科学技術センターが所有、運用していた有人潜水調査船。日本初の有人深海調査船、深海の後継機として、三菱重工神戸造船所で製作、1981年に完成し、2002年11月まで運航された。現在では新江ノ島水族館で胴体保存、展示されている。 停体全部に収納された休憩の体圧核の中に、乗員3名が乗り込み先行する。体圧核には3個の窓があり、乗員はそこから海中を覗き見て操縦及び、観察調査を行う。また、全部にはマニュピレーターが装備されており、資料の採集を行うことができる。海中における移動は、主に定備にある、出スクリューを用いて行う。また、 低の両弦に一個ずつ補助スクリューがあり、微細な姿勢制御と加工、上昇補助をそれを用いて行う。加工上昇のメカニズムは、加工時には、耐圧核と垂直安定フィンの間の胴体上部に、ある種バラストタンクと、耐圧核後部の補助タンクに、海水ポンプを作動させ、海水を充填。上昇時エアと入れ替えることにより、浮力を得る。 受水時、数ミリの鉄の小さな玉の入った、ショットバラスト装置の中には 700kg、充填されており、上昇時に、底部の電磁線を開き線外に放出し、補助スクリューや、バラストタンク、浮力材との組み合わせで上昇できる仕組みである。前後のトリム調整は、耐圧角前方と垂直安定フィン直下にある、水銀移動式、トリムタンクでの調整。 これも補助スクリューとの組み合わせによって水平姿勢を保つ。耐圧核内のコントロールコンソール、主だった通信機器への電力供給は、船体胴体底部にある、手蓄電池を胴体後部にある浮力材前にある、インバータでの直流交流変換により、通信機器への電力を供給している。母艦との通信、画像、 ビデオ伝送のやり取りとしては選手にあるトランスポンダ、水中通話機並びに海面に上がった時の母艦からのレーダー補足用に垂直安定フィン上部にレーダーリフレクタを備えている。調査、計測用機器としては選手部分に CTD、DU での塩分濃度、水温、水深、水中酸素濃度がコンソール表示板にデジタル表示される。また、 前方障害物補足用にソナーを持っている。長距離航行能力は持っておらず、母船に搭載されて、先行地点まで輸送され、そこで海上に釣り下ろされて、先行に入る。全体的な潜水調査船システムとしては、深海、支援母船、夏島及び陸上基地の3つからなる。2002年11月11日の1411回目の 先行後運行停止。2004年3月に廃船となった。深海2000で養った、機器技術やシステム開発、運用実績をもとに、後継艇の深海6500や、海溝が建造され運用中である。その後、海洋研究開発機構の潜水船整備等内で展示され、二千六年八月頃には、船の科学館敷地内にてテントを張った上で、 展示されていた。2011年に外部展示先の公募が行われ、2012年7月14日より、新江ノ島水族館において常設展示が行われている。なお、2017年6月25日に日本機械学会が認定している機械遺産に指定された。ありがとうございます。